あ、生態なんか、なんとか調査成果の方法があります。でもそれは多分オドガロンとかの。ああ、そういうことか。こうじゃないのかな。あ、本当だね。あ、まだダメなんだな。もう一度行かないとダメだね、正気の谷。なるほど。うん、調査で行く。そうっすね、調査で行こうかな。うん、調査で正気の谷行く。調査の、あ、その前にちょっと、うん、まあ、いつもオドガロンだと、うん、あれなんで。そうだね、戦ってないようなやつ行く。そうですね、動画でやってないやつ、うん、復活正気の谷の、うん、正気の谷だとどこだろう。正気の谷、正気の谷ない。正気の谷、の谷全然行ってないね、正気の谷。あっ あった、一瞬あった。王道ガロお前か。さすがにもうダメっしょ。そうだね、出すぎ、出すぎてるね、主張が強すぎ。あ、それか、あれか、まあ、大割塚でもいいか。大割塚のとこ。あー、大割塚で多分あれだよね、ディアブロス足とかやってないよね。そうっすね。ね、おほう、ディアブロスもなかなか強くない。あ、ラドバルキンの捕獲。ラドバルキン、ほうほうほう、あ、いいね。そこ行く。はい、ラドバルさんにしよう。あ、ドスギブスの資料、こっちとか簡単だな。そうしようか、サクッと、うん、ラド、ドスギルオスはシビレアで水と氷、水と氷、このままでやる。でも水の方がいい。水あった？か、火、水ないっすね、うん、水は昔なんか中途半端に作った、うん、強くできるんじゃない。じゃあやつがマッドアックス、マッドアックスマッドアックスは火？水です。あ、水？強くできないのかな、それちょっと。いや、でもジュラトドス全然倒してないんで。ああ、そっか、ジュラトドス、大水袋も。そうですね、あとで、あの、砂漠の時、大割塚の時はジュラトドスでもいいかもね。あ、そうしようね。そうしよう。効率よく行きたいね。受けてる。ハチミツ、これでハチミツジローがたまった一枠8個あるって結構あるね。そうですね、うん、ドスキロス、ドスキロス。そうだな、今後水属性のやつを使うかもしれないんでね、うん、まあ、でもこれ自体が今装備してる無属性なんで。 あ、そっか、これでまあ全部いっても、はい、回復がちょっと少ないね3つしかないです。本当だ。あと、うん、スリンガー音爆弾。あ、そっか、あとは、あ、ちげえや、これディアブロスのやつだ。先行弾と、あれか、罠。あ、罠はいい、捕獲はしない。あ、捕獲します、捕獲します、捕獲するよね。まあ、いいか。あ、そっか、百谷のしびれでも、あ、あれそこでダメージ食らわしといたら、はい、もう麻酔弾で捕獲できるのか。そうです、そうです、そうです。めちゃくちゃ便利だね。いい、いい、なんかいろいろあるよね、盾持たせたりとか、シャフターのやつも。あ、本当ですか。うん、盾でこっちヘイトを集めるお供道具とか。まあでもそろそろ、うん、交流との戦いになってくると、うん、そう、しびれの旨味がなくなってくるんで。ああ、そうだね、先行中でも、でも、うん、先行中はすごい、でもいいよね、いいっすね、うん、あれめっちゃこう溜まるのも早いんで。ああ、そうだね、
さっきネルギガンテ戦ですげえ役立ってたね。はい、うん、意外や意外、意外や意外、自分で置く分と、うん、こっちの指示の分と、ああそうそうそう、あるんで自分で置くっていうのをやらんとなかなか置いてくれんもんね、あの子。そうっすね、うん、指示分はあんまり、うん、指示分では自分でそう、うん、置く分はね能動的に仕事はせんけどしない、うん、あもうあすぐ、あ痕跡へ誘導してるのか、青の痕跡欲しいね。さっきガチャブおったとこおったもんね。そうっすね、これまた大体また一緒ですもんね。ね。ポリューの痕跡を発見しました。来た来た来た。順調に見つかっていますね。あそっか、あの青いところにいっぱいあったよね。そうですね。なんかあの酸性の青ゾーン。ガルキンさんのやつも来てる。うん。何？ガチャブが。なんか知らんけど。ちょお前めっちゃ状態異常。強い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 。クラクラする。強い強い強い。ああ眠らされた。わっつ。え、そう雑誌強ないガジャブまとめてくるかな。シャッターに寝てない？ふははは、ね、眠らされちゃってる、眠らされちゃってる。こっちにはない。なんかこれ1個分ぐらい減ってますよ、うん、意外と強いよね彼ら。団結力がありますから。うん、おっさん、ギドーさんの前、ギドーさんとこ行きたい気持ちと、うん、青いところに行きたい気持ちと、そうだね、両方が織りなすハーモニー。ハーモニー。まあでも、うん、とりあえず一回、あ、いたいたいた。一回まあ見つけとけば。うん、そうだね。いつでも。結構入るな、これ。よいしょ。ほう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 。あ、もうこれ、何をしてくれた。圧倒できるね。そうっすね。尻尾でペシペシやってて、全然ひるんでないもん、こっち。ほら。まあ、ジャグラさんと同じぐらいの、やっぱ、大きいよな。俺もスタミナが突っ込まれてる。あ、めちゃめちゃ強いな、それ。それめちゃめちゃ強いね。めちゃ強いね。これは強い。もうボコボコじゃない、結構。ボコボコです。3割か4割ぐらいなくなったっけ。シャクタニが頑張ってる。マジ強い。お V 破壊。逆転属性で殴った方が V 破壊しやすいんだ。おおいいね、うん、待って、あちょ、はい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 、切りすぎ切りすぎ切りすぎ、切ってない時間の方が短いくらい叩いてる感じですね。お、弾落ちた、1個目もうすぐクリアしちゃう。鉱石も見つける鉱石を見つけることになる。おお、また倒れた。シャクターニいいね、いい仕事するね。いい仕事するね。まあ、2回までは大丈夫なんで、うん、そうだね、ちょっと回復したいです。ああ、本当だね。あ、地味にこの勝負がダメージを。そうですね、うん、何ダメだな。そうですね、何もやってない。おーっす、もういい、うん、あ、もう2個目落ちちゃった。あ、これは良くない。死ねば良くない。じゃあ青いとこ行く。よし、そうですね、うん、なんかこいつはいつでも倒せる。ね、本当だね。いつでも届けをさせる状態にして。そうですね。キャンプ場から行ったもんね、さっき。あ、そうだ。あ、まだ飛べんか。あいつはいつでも。うん。いつでも届けさせれる。もうあとだって捕獲するだけもんね。で、そうですね。うん、ほぼ。ついてきたんだ。あ、本当だね。怒ってる。行きよこう。
まあでも、死んでしまう可能性がもうチャラカチャー死んでしまうなりかねんすね。そうだね。あ、でも逃げてったな。オッケーオッケー。あ、蜂蜜あった。蜂蜜ジロー。あ、いいね。これ左だね。左で行けんかったりか。青で行きたいですね。うん、さあ今回で全部集まるといいな。そうっすね、うん、クリアした段階でまたファッと増えますもんね。あ、そうだよね。なんとなく、うん、必要ノルマをクリアしたい。うん、はい、ほい。お、ユニオン。ノバ。あ、ノバか。あ、ここ出ないのかな。ユニオンはそんな穴コンコン系じゃないですもんね。うーん、あ、そっか。はい、レアじゃないですから、ね、あ、あったあったあった。きたー。お、20ポイント。うん、20ポイントめっちゃ増えたやん、うん、ね。うん、いいね。もう一丁この辺にあったっしょ。あったよね。 なんか足跡とか2個ぐらいあったけど、今回は青いシルベをください。あった。じゃあ、オッケー。もう10ポイント。お、なんか青いの今光ったね。もう10ポイント。よし、オッケー。こんなもんか。なもんか。よっしゃ。うん、倒してやんべー。やってやるってね。うん、この途中にもあるといいな。青いの。もう一回ガジャブの子復活してないかな。ガジャブこっち。あ、そうや、そっち周りで行ってみる。はい、あるかもしれないもんね。こっちまだ行ってないですからね。うん、この下に。はいはい、いるんだな。あったりするんじゃねえの、ここら辺。うわっと、ラドバル、ラドバルさん出たがりないな。青い痕跡欲しい。そうっすよね。ね、青い痕跡、うん、意外と少ないな。あんまり出ないんだね。そうっすね、うん、全然ねえじゃん。うん、ないもんはない。ないもんはないか。はい。よいしょ。あ。ん？もうちょっとか。ギルゴス三。この下だな。下37。うん。下も下だ。もうないかな。あ、じゃあ動いてたかな。ラドバルさんはいいな。はい、あ、ないか。やっぱ復活してない。うん、あ、もう寝てる。違うか、寝てる説があるのか。ワンチャン寝てるかもしれないね。寝てはない。あ、うん、あ、お、いける。もう、おお、ほんとだ。なんか2つ落としたら、そうですね、捕まえれる説は濃厚ですね。うん、赤いのを2つ落としたら、うん、捕獲できるの。普通は視聴者さんに教えてもらったやつでしょ。あ、なんかやってたら気づいたんですけど。いや、ほんとすごいですね。うん、知ってますよ、視聴してすごいね、みんな知ってんな、よく。うん、さあ、なんか出る。
尻尾とかありますよ、うん、あ、9分早い。さあ、おお、めっちゃ増えた。おお、あとちょっと。え、これもういったんじゃない？もう いくかな。クシャルと、あの日のクシャルと同じぐらい、うん、あ、ほんと？ある気がする。ならもういけるかな。いける気がする。いける気がする。いける気がする。いってほしいな、うん。でもまだあと1体分あるね、コリュウ。そうっすね、うん、どう？ん？調査報告が可能です。あ、バウンティーか。はい、ダメ、まだまずい。でももうあとちょっとだもんね。そうっすね、うん、名前すらまだでも出てない。コリュウ、うん、うん、シャルの場合は名前が出てからいいとか。そういうことか。なるほど。そういうことかな。名前が出るまで。あ、まだ。これでもほら、こっちも。本当、あ、もうほとんど溜まってた。本当や。リーチかかっとるやん。あれ？これ多分上が、はい、大割塚のやつかな。そうですよね。そうだよね。よし。うん。次はなんか納品クエストみたいなやつだ。なんかねえかな。大割塚。次行こうかな。フリーでないかな。ここら辺とか、ああ、そうか。こういう多分このメッセージがあるところが、はいはい、なんかあれだよね。意味のあるクエストっていうか。ほうほう。なんかでもまたこれオドガロン。オドガロンもいいっすわ。あ、結構ちゃんとやってるんですね。やってるね。ほとんどクリアしてるじゃん。この人ちゃんとやってますね。この人やってるわ。この人やってたわ。やってんねー。うん、あ、じゃあ、うん、でもアッシュ、あ、別にディアブロスアッシュ調査なかったよね、さっき見たっけ。あった？あ、ありますあります。フリー、あ、ないか、あ、これある。お、いいや、金報酬もあるし。あ、ちょっと待って、15分だよ、でもきついよ、これ。15分、2人まで多分きついね、15分。一回クリアしたんですけどね、これ。あ、ほんと？はい。すごいな。結構ギリギリでしたね。結構ギリギリだよね、多分。行ってみよう、やってみよう、行ってみよう、やって、あ、そっか、集めながらですもんね、うん、倒すだけになっちゃう、これだと。そうだね、全然いいんですけどね。全然いいんですけどね。あ、ないんだ、あっちにないかな。はい、ちょっとあっちで A のちょうどいいのを、うん、在庫仕入れて。ここで一回調査クエストを仕入れてこなかったんで。なるほど、うん、未登録の子か。おおおおおお、ディアブロス、アリズカ、他しかないな。ディアブロス、ほうほうほう。アシュこんのかな。あ、アッシュ、ディアブロ、アッシュ、うん、ないな、ないないない。あ、それか、うん、フリークエストやるか、うん、フリークエスト、うん、クリアしたフリークエストでいいや。あ、いいね、これで。うん、黒角竜、これで文句ないでしょう。強いでね、結構ディアブロスアッシュって。あ、早いんやて。なるほど。うん、あんま好きじゃないですね。うん、もうすごい苦手。氷だよ確か、弱点氷ですね、うん。こいつは音響だ、うん、ちゃんと。あ、そうだね、小屋し、そう、小屋しました。あ、マゼルギウスのトッツァンが来た時に。いや、ディアブロ通常種が来るんですよ。そっかそっかそっか、うん、そ、麻痺だけいらなそうだ、この黄色の。麻痺だけなんかどこにありますか。あ、これ違うな、これ。あ、ほんとだ、これ今家があって。これのディアブロスアッシュの角を2箇所折って、
振ると出やすい、はい、なんか上質な黒巻き角みたいな、うん、ああそうなんですよ、なんか使うよね、五石作るのに、これあ、そうなの、これ大変やったでしょ、3つ作りました、3つ使いました、これうわ大変やったな、違う、これ1個で、うん、この次のやつに3つ必要で、あーそうなの、計4つ集めましたね、だからあーそうなんだ、はい、やってんすよ、五石もね、五石って大絶って言って気絶しなくなるやつ、うん、はいはいはい、あれも一番上のランクに強くするためにいるんだって、うーん、黒巻き、あ、じゃあ今行ってもじゃあ、うん、取ったらいいよ、いいっすね、気絶しなくなる五石結構いいよ、めっちゃいいっすね、うん、パンパンしないでおきたい、そうそう、二度としない、素敵素敵素敵、角を2本へし折りゃいいんですもんね、へし折ったったらいい、